はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。ギル大会本戦が始まっております。予選ですね。予選は3勝1敗でてっちゃん王国はプラチナリーグに進んでおります。で、本日プラチナリーグ第1試合対戦相手のギルドチームさん、番長さんですね。対戦よろしくお願いします。初対戦となりますね。で、ちょっとね、見てたんですが、本当に3勝1敗のチームっていう感じのチームなんだよね。マジ？ちょっと、ちょっとね、無理なんですよ。もうハドラーもバランもちょっと苦手で、ちょっとね、戦えそうな相手がいなそうで、でね、今あったこのバレリア、もしくは一番下の方、ここ、魔導士、魔法使いポップもなかなか当たったことはないんだけど、あとはね、まあなんとなくこんな感じかなってつかめるんで、こちらにさせていただこうかな。よろしくお願いしますということで、私の方もよろしくお願いします。で、パーティーはちょっとね、今考えてたんですが、1ターン目にソロをやっちゃう。それしかない。混乱取ってる暇がねえって感じだね。です。で、あのね、一個ちょっとわからないことがあるんだけど、ラーミアなんですよ。で、ポップは踏みとどまりなしの中ありますよね。あれ、ラーミアもそれってこと？一回踏みとどまって、ちょっと回復するよね。あれ、ラーミアそうだよね。だから、バーンみたいに一回死んでからまた生き返るみたいなあれでは違うから、って思ってんだよね。です。で、バルド君に関しては、焼けつく息を覚えてますので、ラーミア君が、止めてやろうかなという感じ。それから、焼けつく息がセット中ね。OK ね。で、ポップはデインが効くんで、まあ、ラーミアでいいかなという感じしてますね。素早さに関しては、一番最初、素早く結構してるんだよね、ラーミアをね。最初に動けるように。で、逃げながら、ソロが2番目に来てもらうって感じが一番ありがたいかな。それは当たる位置にいて、ウォーターとサラサラでなんとか落としていけたらなって思ってますが、どうですか。まあそれをずっと練習してきたからね。あとはもう流れでいくしかないね。はい、そんな感じです。では行きましょうか。対戦よろしくお願いします。配置神であれ。もうさ、バランとかさ、ハドラーとリュウマジンバナーか、もうあれどう倒すのよ。いろいろやってきてはいるけどさ、なんともね、ならんな。で、アンルシアがいいのかな、天雷のアンルシア。はい、よろしくお願いします。ちょっと見ましょうかね。こういう感じなんだね。最初これカバウって入れてないんだね。で、しかも早そう。ちょっと早、1番で ?2 番やっぱソロだよね。で、3番誰だってよ。3番誰？ 3 番！え、ポップって何マス動けるの？ちなみに。2マス？これどうするんだろうね。ここに出るのかな？ぐるるんってなんかあれやんのかな？バルザックの方にカバー、入るんだ。で、まあまあ、これよしで、こう来て、なんとなく分かった。で、この子が、で、移動石とかっていう飛べルーラって出るんだっけ、これ。なんだっけ、あるっけ、そういうの。戦闘開始時、飛べルーラプラス2みたいな。あれ？待ってよ。10ターン目までの奇数の行動。これだね。で、上がるんだ。3だ。3だね。3でパーで一番来るね。これ、状態異常取ったら、なんだ。自分の呪文威力とか上がるだけで解除はなし。反撃、追撃でも発動する。これがね、あんまちょっと戦ったことないからね、マジんだよな。何持ってんの技。属性は、あれは属性なしのメドロワってのなんだ。何あれ。自我瞬間移動。あ、これ、引っ張れすか。引っ張れすって AI でやんないよね。で、いいよな。不死鳥天雷の範囲だな。射程、移動さんと思っておかなきゃダメよ。で、これが、
5回当たりですか、射程さんの。だからラーメンはもうちょっと相性良くないね。時々休みっていうのもあんだね。だこれ伊藤さんだ。いや違う、やつは違うんだよ、場所がここですよ、もうラーニア専用で。これは呼ばなきゃいけない、呼んでもらって、これどこ入る、ちなみに 1,2,3,4 ここか、ここでさ、ちょっと待って、ここでさ、もうやっちゃう。ここはこうするだろ、こうするでしょ、これこうすると混乱っすよね。でソロ置いといてよくね。そのパターンちょっと考えてみようか。そのパターン。こっちね。混乱。もう混乱取れないとか言うさ、あれ、もう考える必要ないから、マジで。戦略にならんから。で、1番目逃げる。2番目、牽線で混乱あざす。で、3番目が、これがどこでやっていくんだろうね。ここ、隣でやるのかな？なんか、ここでやるイメージ。あ、ここか。ここで、あれだよ。自分周りぐるんだっけ？あれ、なんだっけ？森の守護神。そうだよね、自分周りぐるんだから、ここでやりますね、多分。ここでやってしまって、3番。で、4番はどうする？じゃあ。4番魅了っちゃう？ピコーンっていって。ここでやるよね、大丈夫でね。ここでカバーとかしながらやんないよね。え、魅了打っちゃう？マジで。4番魅了。5番、鼻が伸びている。で、6番、あなたどうすんの？ 6 番、あなた役目ないぞ。で、7番どうする？で、8番のこの射程があるから、これ気をつけないと。そうだな。この射程があるから、気をつけないと。で、行くとしてマーム君、1、2、3、4、こっから打たなきゃいけないから、マーム君は。こっから打てば届く、あのスナイプが。ここでやるよね、守護陣。そうだよね、絶対。それか出てきてガンガンってやんないよね、まさかとは思うけど。それか呼んじゃう。ちょっと待って、1回目で魅了取る、魅了取ってなんか変な呪文打ってもらう。もう呪文しかないから、起こしようがないから。いや、スナグリっていうパターンあるぞ。でも4番でそこ入ると、今度さ、どこだ、ここ入ると、バルザックが来るんだよね。バルザック来て衝撃波。衝撃波の休みが、長尺。いや、これいいや。2ターン目で取ろう。2ターン目であの子は取ろう。そうしよう。で、1ターン目は、もう、いいや。もう混乱。まあ、混乱一応取っとくか。ね、取っといて損はないから取っとくか。でさ、ウォーター打って2発外すってパターン、あ、1発だけ入って1発入らないというクソ仕様、これが来る可能性がありますんで、マジであるから、本当に。だったらね、最初からね、もうね、これでもいいぐらい。あ、でも牽制止まっちゃったらめんどくせえな。これ牽制だ、そうだな、これ牽制止、そうだな。でさ、そこに止まるでしょ。だからウォーターな、邪魔なんだよな。ウォーター打つの邪魔なんだよな。ここにするか、ここにして、で、この場から1の、あ、違う、1個出んのか。あ、これも1個出んのか。1個出るか、これでいいか。ここで打つでしょ。ここでウォーター、いや、これ牽制受ける必要あるか、これマジで。ラリフォーとか、ピサルナイトいる？いるか？ピサルナイトいる？で、ここだったら大丈夫でしょ？ここ大丈夫の。で、ウォーターの範囲があるわ。ウォーターの範囲が。だから、こうします。こうすることによって、ここで打てる。ウォーター打つ。あ、真珠。ちょっと待って、真珠。ここで打てばいいか、真珠は。真珠ここでサラサラしてやればよし。ね、さあさあしてやる。で、落ちる。で、小僧は届かない位置にいる。で、バルザックは多分この辺に来ると思うんだ。この辺に。ここだと思うんだな。これしようか。これにして、これにしていいか。牽線、痛えな。
ちょっと待って、なんか違う、あれないか。神竜、神竜ここに置いて、神竜さんここ置いて、こう置いて、1、2、3、届かないんだよ、こう入っちゃうんだよな。メラのあれ、耐えれるのは耐えれるんだけど、きついよな、ちょっとな。受けたくないな、正直な。これでいくか、これでいって、剣戦受ける、剣戦受ける、麻痺。あ、見とこうか、昨日さ、麻痺さ、等倍だろ、等倍だ。まあいいか。これは麻痺ロス、麻痺ちょちょ、あ、そうかそうか、そうだ、そうだね。あー、いや、ちょっと待って、どうしようかな、これ。そしたら、ゼシカ姉さんさ、テンション溜める？混乱取って、それがよくね。シールこっからサラサラしとく、それでよくね。落とさなくても。でバルザック来るわけだから、そこに対して、麻痺とかなんか打って、でゼシカは2ターン目こっち側に回ってきて、これもうこっちでこんなんでいいよ、こんなんで、回ってきて、これはバルザック混乱、麻痺取ればいいでしょ。麻痺取る、でサラサラとかぶち込んでくるわけだ。麻痺取る、でポップを2ターン目に、デレデレさせてやればよくね。これここだから多分。で2ターン目で、あ、ちょっと待って、2ターン目で、あ、向こうが早いんだ。あ、ちょっと待って、向こうが早いわ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、考えておけ。ここでやる。ポップは移動したらここに来てる、ここに来ている状態ね、ここに来て。でポップ、ポップ、ポップほっとく。ここでしょ。で次 1,2 で上がってここに来たんだよ。ここに来たの。ここに来てポップはかばわれてる状態になるんですよ。あ、それはあるな、それダメだな。ここポップここだから、ポップここだよな。ちょっと待って、2ターン目やばい。あ、ちょっと待って、移動、なんだっけ、あれ、素早さ曲がる、もしかして。賢さ、移動力、三河市率を上げる。素早さ上がってこない。ポップ、ポップどうする。2ターン目の最初に、あれが来ちゃう、あっちのフォレストが早い。ここでやるってことは、ここで打ち込んだらどう。ダメ。あー、これポップのちょっとまずいな。ポップ狙いだったか、もしかしたら。ポップをやる3段だったか。だったらもう行く、で鼻でレデルにする、で休み取られてもいいとしてにする。こっちはもう取れると踏んで、取れると踏んで、もうサラ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 やっとけばよくね、こっち。じゃなかったら厳しくない？もう鼻デレデレしちゃった方がいい。でガンって来させて、あ、ガンって来たら、ちょっと待って、ガンって来たら、こっから打つわけだから、バルザックは岩投げじゃなくて多分衝撃波してくると思うんだよね。衝撃波、衝撃波で稀にだっけ、あれ衝撃波稀にだから 20% ので、著弱だから 40% 等倍のあれが来るって感じですね。そうしようかな。でラーミアが次先動ける、ラーミア先動けるから、ラーミアで先に、バルザックを麻痺取ってしまう。それでよくね。もう取れなかったことを考えちゃいかん。最初の混乱ね、ここの混乱取れなかったとかさ。でゼシカが次休み入っちゃった時が苦しくなってくるけれども、って感じかな。それでいきましょうか。もう歯食いしばっていくしかないよ。でこけたら、これ先出るってことね、これ先出る。こけたらおしまいです。でここでカバー入られた時にね、あとねここで、ここでやられちゃった時にね、ここでやってくれると思うけどね。少しでもやっぱ入るようするよな、言うてもな。3番ここね、で4番先出て打つ、で衝撃波で止まらないことを祈る、そこは。
よし、じゃあそれでいきますかね、やるかやられるか、そんな戦法です。はい、対戦よろしくお願いします。行こう。あー危ない。あー、うちか。ふぅ、これどうする。なんかないの、なんかないのね、やれること。少しでも、次回復入れるから、うん、ここでいいな。来い、混乱あざす。あー怖い、ほんと怖い。あし、あし、あし、あし。100%、なんなら 120% で、うちのゼシカはさらに可愛いから 150%。 曲線大呪文、ふざけんなよ。ちょっと待てよ、これどうする。これまだなんかやれることあるぞ、やれることあるぞ。バルザックをどこに誘発するかね。まあ、ここなんだよな、言うてもな、ここなんだよな。うん、ここですね、ここで。どうする、どこがいい。うん、次フォレストも来るって考えた方がいいからね。うん、次は攻めてくるから。バラザックがここに来てやる、衝撃張る。神竜は、うん、あ、こ、まあ、うん、どこでもいいわ。ここでやるか、ここでやるか。うん、ここでサラサラするか、ここでサラサラする。ちょっと待ってよ、ここでやるか、ここでやって、で真理はその横からサラサラする、その横からサラサラする。んで、ちょっと待ってやめろよ。バギーがちょっとやばいのか、バギーが倒壊か。これどうしようか。次フォレスターが来るよな。ゼシカ姉さんってバギーどうだっけ、落ちんのかな、どうかな。次カバー用にいるか、カバー用に入るか、こっち行っとくか、カバー用に。ナイス、ナイスカバー、そう、ナイスカバー、ナイスカバー行こう。でこれは岩投げが来てもいいようにこうする。これで落とせるとかないよね、ないよね、マジでないよな。うん、でこれで岩投げの範囲に一応入っておく。岩投げ来るかも、岩投げはミスる確率あるからにしておく。これ大丈夫だよね、フォレスト。そうだね、下降りてくるよね。これはこれでゴッド、こっちですね、こっちが入る。はい、これこれでいく。であとポップとソロが出会わないようにする。止まんな、止まんな、よしよしよし、マジありがとうね。これは追撃入ってしまうから、これね、うん、これでよくって、みんな攻めろ、みんな上がれ、打ち上がれ、みんな、もうキーパーも上がれ、うん、カバーしろ、よし。でポップとあのソロは出会わないようにしてくれ。でこれ焼けつく入れる、焼けつく入れる、天雷焼けつく入れる、焼けつく半減だけど入れちゃう。でよくないか、それでな、それでいいよな。天雷で落とせんのかな、なんか そんな気もしてきた、なんとなくな。いやこれで焼けつく狙います、後ろの子も。あっ、よし、これでカバーなくなった。小僧殴る、いいよいいよいいよ。サガリーノ、マジか。これテンション貯める、これテンション貯めるいきます。こっからもテンション貯めていく。でここに入っちゃう、なんなら出会わせない、もう。どうするこれ。これ身を取っちゃった方がいいか、フォレスト。いやでも殴って起こしそうだよね、だからもうテンション貯めた方がよくね。でテンション貯めてフォレストの一撃を受けなきゃいけないんだよ多分うち。
フォレストの一撃を受けなきゃダメ。次起きてきて、でそので次のターンで、あれ落とす。バルザックって思ってますが、そうだよね。ここでやったって、ここでテンション貯める。ここでテンション貯める。出会わないようにする。ここの方が良くねえか、普通に。ここの方が。シンディは横に1個上がってサラサラしてやる。シンディは1個上がってサラサラしてやる。フォレストが一撃受けなきゃダメだね。そうだね。ここでテンション貯めます。いや、ポップがさ、なんか右の方に行きそうで嫌なんだよな。ポップさ、殴れる位置にはいないか。でもさ、ここ張りたくね、マジで。うん、ココナッツジュース1杯目テンション貯めます。ああ、まあまあまあ。え、そうなると、え、ちょっと、どうなってるこれ、どうなってるのこれ。え、これどうすればいい、これ。ちょっと待って、ポップあと何ターンあるの、あんた。あれ、あと行ったんだよ。これさ、行ったんだよ、あと。ゴッド打っとく。ゴッド打っといて。え、ちょっと待って、怖くなってきたねえ。え、次天雷でさ、ポップ落とせないかな。え、この子はさ、何ターンの、あと2ターンだろ。だこれ打って、次天雷で落とせませんかねえ。これ打っとくか、これ打っといて、で三河足入ってんだよ、あの子な。ああ、ちょっと待って、 HP いくつ。1085もあんの。え、ちょっと待って、甘い木向こう。いや、三河足あんだよ、三河足あんだよ、マジで。いや、これさ、大丈夫かな。なんかすんげえ不安になってきた。甘い木とかやってる場合これ。で天雷打って、天雷打って落ちるかな、ポップ。そこまで火力あんの、うち。で次溶けちゃうんだよ、だって。あ、ちょっと待って、バルザック。え、次フォレストも起きてくるね。あ、フォレスト起きてくる。あ、フォレスト起きてくるけど、カバーはない状態だよね。これさ、これ狙うか。しゃあないけど。これ一個出とくか。うん、で、天台。いやー、この子ダメだ、この子ダメ、マジで。この子ダメで、フォレストが狙ってきてるから、これをどうするか、これをどうするかだな。バギ激減か。バギ激減だけど、ちょっと待って、落としたいな、この子。落ちないかな。これさ、2回打って大丈夫かな。いや、ラリホで行く？ラリホで勝負する？混乱で行く？これ耐えれると思うんだ、多分。
バギ2発受けれると思う、多分。でも3ターン無理だね、これね、言うても。次、天雷打つでしょ。天雷打って、必殺打って、サラサラ、サラサラ打って、サラサラ打って落ちないもんな。天雷打って、横から必殺打つ。横から必殺打つ。だからこれでいくか。これ打って、でもバルザックがまずいぞ。バルザックが、でも必殺打ったら一緒だからな。うん、バルザックがまずいな。ファイヤー打つか、ファイヤー打って。ファイヤー打っておく。うん、で次、ソロ殴ってくんのかな。天雷、天雷で落とす。で必殺か、必殺ぶち込む。小僧だ。相手で必殺。こんな状態なんだよな、こんな状態。こっちでワイドに打って、ソロが落とせないな、ソロが。これ打って、これ打って、神竜のブレスで身代わり入る。3ターン無理だ、全然。こっちだったら魅了が取れながらので、これでもバルザック落とせないと思うんだよね。うん、これでいきます。でエピサノナイトは、あ、くだらねえ、マジくだらねえ。ここでやるねえ、それやるねえ、もう信じらんない。これどっちに入るんだ、こっちに入るか。あ、ラリフォ狙えばよかったかな。あ、ラリフォ狙えばよかったかな。だろ？マジさ、なんだよこの仕様さ、本当に。バルザク動くな、バルザク動いて、そこで不屈まで出ちゃうか、多分。あの構造殴らんしさ、あーもう、あそこでだよな。腹痛は出た、腹痛出ちゃってるか。あーダメだな、次で落ちるな。あーファイアで落ちるってことないよな。うーんないよな。うん、ここでカバーして、次考える、次。これ打って、これ打って、追撃の装備してるはず、確か。それ打つしかない？もしかしたら。突き飛ばし。ない。これ、こうしちゃったらさ、どこ来ると思う？これ。いや、真理を守んなきゃいけないから、うちは。これでいくか。しゃあないな。これはこれでいこう。あとは成り行き。で、追撃なんとかなってくれれば嬉しいけどな。星砕き。順番。あ、ちょっと待って。この子いけるんだっけ、時。届かんよな、位置がな。焼けつく打つか。焼けつく打って、止めるか。
ケツここで打つか、おケツここで打って止めるか。これですね、うちがやれることこれだね。うん、はい。いや今度はないか、フォレスト。あーどうだ、誰がどんだけなくなる。ぐっ、ちょっと待って、あーどうした。あれ回復してんのかな、いくつ HP。 375か、375耐えられんか。うわこれ、いやあの MP もない、もう、うん、悪いけど MP もないわ。いや MP がない、もうもう、うわ痛えよ、痛えよ。ゼロって絶望じゃねえか。ゼロって、あ次頼む。234234234。いやーもう、あー今頃今頃次来た、ゼロしかも、うわひでー、マジか、もう音でいいやね。あ、息力元に戻っちゃった。ちょっと待って、これさあ、引き分けってあんの、俺負けか。いやー申し訳ない、これもうふざけんなよ。いやー勝ちたかったな。はい、というわけでこんな結果になってしまって申し訳ない。対戦いただいたチームさんですね、それから対戦いただいた方ありがとうございました。